じゃあ続きやろうか。はい。はい。てか今更気づいたけど、ここにもなんか突っ伏してる捜査官いたんだね。ああ。全然気づかんかった。検察鑑識。ね。なんか隣で落ち込んでる人みたいな感じに見えてちょっと面白かった。でここの捜査は終わったから白石道夫のとこに行こうって感じ、ね、うん、道夫邸に行くんやと思う、うん、まずちょっと移動する前に考えるか。呪いの解除については、ジョーちゃんたちに任せて、我らはまず根島と長沢の捜索だ。あとは吉見の言うお守りってのも何なのか気になるところだな。うんうんうん。とにかくここはとにかくここにいたって仕方で移動しよう。オッケー。こうして話が。よし、行くぞ。やっぱちょっとね、あれなんだよね、鉄夫ちゃんのギャグって JK に受けなさそうなんだよね、ちょうどよく。オッケー、レッツゴー。よし、行くぞ。え、白石おる。ああ。こっちが出会ってからで、うん。違う、セイマン。ほうほうほう。どっちからやる？セイメン。セイメンね。オッケー。あ、でもセイメンの方行ったら、あれじゃない、うん、もう、俺に一切吹かないから。ああ、まあ、さっきやっといた方が逆にいいじゃん。そうかも。じゃあ、ちょっと、負担を、ね。喋り倒してもらって。うん、俺はじゃあ、その間。うん、ああ、そうだね。黒企業に行って、喫茶店か。喫茶店で書類を。書類を書いているんです。あれ途中からなんか戻したんだっけ。いやでもなんかもうその印象しかないからいいか、それで。しないし行くか、セイマン。無駄に声の高い。そう、しないし。あ、違う、荒いし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 。黒木京行こう。坂崎薬庫午前12時だよ。結構坂崎薬庫午前12時だよ。あれ、あー、ナメドリ、あー、いる、あ、いるいるいる。黒木京。黒木京。こいつの顔見ただけ笑っちゃう。いいか、本来ならお前らは喫茶店に入るだけでも高速違反なんだからな。覇気がね。警察の許可があるって話が嘘だった場合、私が処分されるということを忘れるなよ。はーい、大丈夫です。で、何が聞きたいんだ？ああ、話せるのね。ナメドリ、ナメドリ、ナメドリ、いた。いや、荒石よりナメドリや。うん。ナメドリ、ナンバー8。まあ、これは、同じよね、多分ね。うん。いや、かわいい、これ。スズメシ、チュンタ。チュンジ。あ、チュン、スバロー。なんで一人だけスバローなんだ。一人だけスズメおるやん。それスワローか。ああ、今スズメ2羽じゃないのってめっちゃ考えちゃった。先に店内見よう。喫茶店か、初めて入ったけどなんかドキドキする。店内がタバコ臭いのは気になるけど。おー、誰がタバコ臭いだって。タバコ吸ってないもん。南悪い下水通りに面する喫茶店、目抜き通りにあるため、近所のビジネスマン御用達の店となっている。名曲やジャズのレコードが流れる落ち着いた店であったが、近頃は常連客の要望でアイドル歌謡を流したりするのだとか。人気メニューはブレンドコーヒーとピラフのセットだが、大きなフロートの乗ったクリームソーダも密かな人気。ちょっと、こっからズキ読んで。なんで途中まで読んどいて。昭和中期までアイドルや喫茶、シャンソン喫茶といったシャレたスタイルの喫茶店が流行していたが、やがて純喫茶を名乗る自慢のコーヒーとつるける空間を提供する店が増え始めた。また多くの喫茶店は公衆電話が設置されていたため、待ち合わせの場所としても都合が良かったが、世間的には数量の溜まり場で柄の悪い場所という認識も強く、高速で出入りを禁じている学校も多い。近年ではテーブル型筐体のテーブルゲームが大ヒットしたため、多くの喫茶店に人が押し寄せるという社会現象も起こっている。いやー、ちょっと荒石、渋い荒石、荒石が喋るとね、あんま話入ってこないんだよね。え、なんかめっちゃ近づかれた。店内はあともうないかな。うん、
よっしゃ。あと気になるのは荒石ぐらいかな。そうだね、話そうか。ジェソ玉のこと。めっちゃサムネに使えそうな。確かに。いい感じにこう背景ボケて。うん。なんか切り抜いたみたいになってるね。うん。ありがとう。助かります。ヤッコちゃん、あれを。ヒゲ剃り。うん。顎にゴミついてます。ジョリ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 って。実はこれのことなんですけど、カミソリ。変わったカミソリ。おお、ジュソ玉じゃないか。オカメの面ってことは、これはバカ林か。お前たち、昨晩学校にいたのか？くそ、そんなところに。坂崎お前か。お前が貸り主なのか。あ、いや、先生、落ち着いてください。ちょっと反応が過激でびっくりしてます。おっと、すまない。つい私としたことが。で、ジュソ玉がどうした？こういう場合、この先生には、褒めて頼った方がいいよ。うん、こびてこびまくろうぜ。博識な先生なら、このジュソ玉の件にもさぞ詳しいんじゃないかと思いまして。まあ、そうだな。この件について私より詳しい者はいないだろう。まんざらでもない。私たち、荒石先生にしか頼れる人がいないんです。助けてください。そっか、そういうことなら、まあ、聞いてやらんこともないかな。ありがとうございます。どうして今、この蘇りの秘術とか七不思議の呪詛玉が発生したんでしょうか？ほほう、呪いを受けてそこに興味を持ったか。まず事の起こりに疑問を抱くとは、なかなか研究家の素養があるぞ。うん。先生がこの呪いを呼び起こしたわけではないのでしょうか？いや、あいにく私はそんなことまではやっていない。というか、そもそもやろうとすらしていなかった。実際に秘術を呼び起こすことが研究上そこまで重要ではなかったからな。では荒石先生は霊夜祭という古い陰陽道の儀式はご存知ありませんか？なんのことだ？どうせオカルトだろ。クロスズは見た目通りにオカルトが大好きなようだが、私はオカルト専門外だ。であれば、どうして今この秘術と呪いが呼び起こされたとお考えですか？私、今回の事件は誰かが意図的に起こしたものだと思っているのですけど。確かに自然発生した現象ではないと思うが、お前たち、それを知ってどうするんだ？いや、呪いを止めようとしてるって言うと教えてくれなくなっちゃうかもしれないから、適当にごまかそう。うん、適当にごまかす。ほんまに適当に。その知的好奇心の探求というか研究に値するんじゃないかなって。なるほどな。それを言われると、なんだその顔。なんか答えにくそうだね。そっか、だったらがっかりする。がっかりするやろ。がっかりするやろ。がっかりしよう。なんだ、荒石先生でもご存じないんですね。頼りにしていたのにがっかりしました。なんだと？そんな、私が無能みたいな言い方は失礼だ。そんなことないぞ。私がどれだけ熱心に研究をしているか。ならば、まずは六名簿の作者について解説してあげよう。俺この石ころの転がし方知ってる、心得てるぞ。コロコロだね。これは特別だぞ。世間にもそこまで公開してないからな。ああ、はい。六名簿は今から200年近く前、江戸時代の後期に、優秀だが無名だった陰陽師、土御門星満という人物によって書かれた。
ほう。ほう、それでセイマンか。うん、セイメンって。土見門セイメンという人物。ここ大事だぞ。しっかり覚えておき。セイメン。土見門セイメン？聞いたことないけど。それはそうだろう。陰陽師の名家の生まれだが、本流からは外れ、潜りの陰陽師として密かに活動していた人物だからな。名前もつどつど適当に名乗っていたので、この名前が記録に残ることはほぼなかった。と、六名簿には書かれている。そうなんだ。この聖面は優秀ではあるが変わり者だったようでな。伝説とされ、誰も手をつけられなかった禁忌の法術、蘇りの秘術の研究に没頭し復活させたのだ。しかし、剣術に手を出したことで、一族から追放され、京都を離れて江戸本所に流れ着いたらしい。六名簿はその江戸までの道中に聖面が記録として書き残したものなのだ。なるほど。実際の秘術のやり方についても書かれてたのですよね。うん。蘇りの秘術とは、阿部の聖明が得意としていた冥界と交信する秘術、大山福雲斎を用いて。そこ俺が聖マンのこと、聖面って言ってるの、阿部の聖明と繋がるのちょっと嫌やわ。いやこれ、飽きちゃったと思って阿部の生命ってしんどすぎやろ。絶対でもそれ、そう読むべきのところだったでしょ。死者の魂を参照し、それを再婚を用いて新たな魂に複製することで完婚をなすという荒技だ。はあ、コピーか。コピペね。なるほどね。え、すごい。そんな仕組みだったの。なので、そもそも人の魂を再婚にする呪術を扱えるだけの術師でなければ使えない秘術であるとされている。さらに蘇りの秘術は、あらかじめその儀式を行っておけば、あとは再婚を集めた際にそのものの願いを受けて発動するようにできるという。六名簿に書かれている内容は、そこまでだ。え、そこまで？七不思議の呪いとか、呪詛玉は？それは六名簿には書かれていない。呪詛玉は蘇りの秘術とは別のもので、呪術を使えないものでも秘術を使えるようにするために呼び起こされた呪いなのだ。なるほどね。はあ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 。そっか。でもそれはミオちゃんの見解もそうだったね。うんうん、資料更新。陰陽師。じゃあこれは頼みます。中世日本にあった官職の一つで戦時中最初を取り行う役所である陰陽寮に属していた中国を起源、中国に起源を持つ陰陽五行思想を用いて天文密相や暦の作成を行う肝心であると同時に、高位の者は天変地異から呪詛まで様々な秘術を使い式神を刺激して悪鬼を払う法術師でもある。後の土見門家の祖となる著名な阿部の聖明による活躍もあって平安時代に高森を極めた陰陽師たちであったが、武器社会に移りにつれて徐々に衰退していった。同時に奇跡を起こす法術の数々も文明の発展とともに失われていった。また陰陽師は主に貴族社会でも重要されていたが、民間においてもその技術を提供する小文字や隠れ陰陽師といった者たちも少なからず存在していた。ふん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 、あんまよくわからんかったけど。なるほどね。なるほどね。つまり阿部の聖明が民間にその何術を提供するやつらがのうちの一人が、うんうん、セイマンやったんじゃないかな。潜りでやってたっていう言ってたもんね、さっき。あの感動されちゃったけど、うん、そうそうそう、うん、密かに陰陽師としてやってたっていう話。それが、うん、その江戸に流れて行ってたっていうのが
この本所七不思議に関わってんじゃないかな。なるほど。七不思議と秘術の関係は？あの、荒石先生。なんだね、クロスズ。今回の件が起こるより前に先生が発表されていた説で、蘇りの秘術は本所七不思議の起源と関係があるというのがありましたけど、その根拠は何だったんですか？おお、よく知ってるな。だがあれは、オカルト雑誌向けに書いたややセンセーショナルな読み物だよ。そうなんですか。じゃあ、デタラメ？いや、とはいえ、全くの絵空ごとというわけでもない。根拠はある。それは、まあいいだろ。研究熱心な教え子であるお前らには特別に教えてやろう。ありがとうございます。これは六名簿とは無関係の複数の文献を照らし合わせて発見したことなのだが、生命縁が江戸本所に流れ着いたという時期のちょうど直後くらいに、同じく本所で死者の蘇生術をめぐった争いが起こったという記録があったのだ。死者の蘇生術をめぐる争い？詳細はわからん。ある男が死者を蘇生させる奇術があると大衆を惑わし、争いを生み、9人の死者が出る惨事となった。といった一文だけが残されていてな。9人が蘇生の術を争って、この惨事について私は本所事変と名付け、その昔からずっと昔から研究の対象にしていて、そしてこの一連の本所事変こそが本所七不思議の起源なのではないかと見込んでいるのだ。あ、それで本所事変の原因となった蘇生の術こそ生命縁の蘇りの秘術であると。そうだ、六名簿がそこに結びついたのだ。時系列順に言うと、まず生命縁が蘇りの秘術を持って江戸に来た。おそらくこの時点ですでに生命縁は別の名前を名乗っていたと思われる。そしたらその秘術をめぐって本所内で9人が死亡する争い、本所事変が起こった。その後、事件については何者かが隠蔽を図ろうとし、その結果中途半端な伝えられ方をして、曖昧な伝承となった。それはやがて本所七不思議となって伝え残されていった。と、まあそういう流れだな。はあ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 。本所事変が本所七不思議の元となったっていうことか。その秘術をめぐって9人が争ったっていう事件が本所七不思議と。まあなんかね、確かにお話的に繋がってる話もあったもんね。うん。なんか、おみようだっけ、お松だっけ、おみよう。おこまだ。おこま。うん、なんかいたもんな。そんな関係があったんですか。じゃあ。おときとおこまか。あ、おとき、そうだそうだ。じゃあ今回、蘇りの秘術の再婚を集めるために、本所七不思議の呪いが呼び覚まされたのは、ある意味必然とも言えるわけですね。七不思議と秘術の関係は？しかもだ。ん？これは今回の呪いが発生したことで発覚したのだが、その説がより革新的なものになろうとしているのだよ。そうなんですか？その根拠が、呪詛玉を得た者に刻まれる本所七不思議の恨みの記憶だ。恨みの記憶。坂崎、お前が本当にかしり主なのであれば、呪詛玉を手に入れた時、頭に恨みの記憶がすり込まれなかったか？ある。それこそ本所事変で死んだ9人の最後の瞬間の出来事なのだ。でもバカ林って結構なんかいろんな人間にはめられたみたいな感じの話じゃなかったけど、ねえ、大体が恨みを抱えて死んでいくような内容だと思うが、
犠牲になった9人が9つの呪霊となり、やがて七不思議として語られていった。なので、今回の呪いで得られる恨みの記憶を集め、繋ぎ合わせることで、ベールに包まれていた本所事変の全容が明らかにされるだろう。なるほど。だから、坂崎、お前のバカ林の恨みの記憶も、私に教えなさい。ミオちゃん、これは。うん、教えて大丈夫。情報を集めた方がいいと思う。ああ、まあ、なんなら、うん、な、あの、荒石が時系列順に追ってこういう物語やったっていうのを導いてくれるかもしれない。ああ、全部のね、記憶をまとめて。そう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 、記憶。うんうんうん。じゃあ、先生。バカ林の恨みの記憶ですが、よし、いいぞという感じで、バカ林は祭りの櫓から落ちて死んだ女性のようです。寝ちゃってるやん、もう話長かったんかしら。いやあれだね、お面外せなくなってみたいな感じだったっけ。そうそうそう、なんか苦しくなってみたいな感じだったっけ、うんうんうん、そんな感じだった気がする。うん、なるほど。ならば、それは違うだろうな。違う？ああ、これ、ミオちゃんや。違う？何がですか？私は本所事変で犠牲になった9人、つまり9種の呪霊の中に、生命炎本人が含まれていると見込んでいる。え、生命炎も本所事変の犠牲者？それだけの力を持った陰陽師の人も、呪霊になっているってことですか？うん。そんな呪霊であれば、その呪詛玉が特別な能力を持っていてもおかしくない。呪霊によって呪詛玉の力が違う。ねえ、ミオちゃん、ミオちゃん。その生命の呪霊なら。うん。この事態を収める力にもなるかもしれない。ん？おい、何をこそこそ話している？いえ、なんでもないです。記憶は？先生、今、恨みの記憶ってどれくらい集まってるんですか？私が把握しているのは、落ち葉なき死、足洗い屋敷、消えずのあんどん、そして今のバカ林の4編だな。落ち葉なき死って誰だったっけ？鉄夫。鉄夫ちゃんか。で、足洗い屋敷は、あいつだよね。メガネ。このさ、落ち葉なくし、足洗い屋敷、消えずの行灯は、あれやろ、全部、鉄夫が教えたんやろ。あ、そっかそっかそっか。で、この三つ、まあ、消えずの行灯は、こいつが持ってたんだもんね。荒石。あ、なのか。うんうん。そっかそっか。で、この三つが今、鉄夫ちゃんが持ってて、で、これが今、ヤッコちゃんが持ってるやつか。その中でも特に重要なのが、足洗い屋敷と落ち葉なき C だ。どんな内容なんですか？まず足洗い屋敷だが、この記憶にはそのもの、ズバリ陰陽師が登場している。え？だが生命炎ではない。己の美貌を磨き上げることに執着し、蘇りの秘術を求めた陰陽師の女らしい。どうも秘術をめぐって生命炎と対決して敗れ、自慢の足に汚れがついたような様子が伺える。この陰陽師の足洗い屋敷の呪霊は特別で、呪いの条件の達成難易度も格段に低い。あの刑事はこんな呪いをよくしのげたものだ。生命炎と対立する陰陽師の女が本所事変に関与してたか。それは気になるかも。そして落ち葉なき C。この呪霊は、流言をルフですか？ルフはルフ。うん。ルゴン流言調べよう。流言をルフ。流言をルフで合ってるよ。合ってた。流言をルフした罪で首をくくられた、根付職人の勘吉という男だ。勘吉？いやでも勘吉でも勘吉じゃない。勘吉か。両津勘吉だってこの勘吉じゃない。あ、確かに。勘吉。
その流言の内容というのが死人を蘇生させる術なのだという。あ、よみがえりの秘術。そう、おそらくこの勘吉という男は生命と接触があったのだろう。この恨みの記憶が全て集められれば全貌が明らかになり、七不思議の新たな事実が浮かび上がるだろう。私はそれが知りたいのだよ。そのためには頭主から情報を集める必要があるわけですね。そういうことだ。情報提供と引き換えに刑事が教えてくれるはずだが、あいつらでは頭主を見つけられない可能性もあるので対策を講じたいところだな。呪いの発生のきっかけは？それで、なんださっき途中だった今回の呪いが発生したきっかけについてですけど。それか。私は知らない。本当ですか？隠してるやろ。先生、何か隠していませんか？熱悪そうな顔してるもん。それって、六名簿の入手元と関係ありますよね。六名簿、本当はどうやって手に入れたんですか？私が呪い殺した。なんだって？実は、一刻を争っているんです。早くしないと大惨事になるんです。何？どういうことだ？今回の呪いを使って、今日の日没に大量虐殺をするという予告があるんです。その予告をしたのが、20年前にねじま事件という事件を起こした犯人で。なんだと、そんな大変なことに？何百人という市民が、呪詛で犠牲になる事態は、さすがに見過ごせないです。阻止するためにできることがあったら、何でもしておきたいんですが。先生、お願いです。知ってることを教えてください。すまんが、本当に知らん。実は、この六名簿は、ある女にもらったものなのだが。女。女？いや、声が女っぽかっただけで、実際に姿を見たわけじゃない。一ヶ月ほど前、夜中に調査をしていると、突然姿もないのに女の声が聞こえたのだ。女性の声？いわく、蘇りの秘術について記された古文書を託す。今から一ヶ月間で、できるだけこの術の噂を広めろと。そして気がつくと足元に古い書物が落ちていた。一ヶ月、期間も指定して。そうすればこの古文書は好きに研究に使っていいと言われて、真偽を確かめたい衝動もあり、私は引き受けてしまった。それ以後、その声は全く音沙汰なく今に至る。噂を広めさせたのは、呪いの力を強めるためだろうね。秘術を求める気持ちと、呪いを結びつけるための。って考えると、やっぱりその声の主が黒幕っぽいけど。そして私は、六名簿を公表したわけだが、すぐに秘迫やオカルト雑誌が食いついてくれたのは、金銭的にも運が良かったな。秘迫？秘迫石鹸ですか？ああ、いや、それは関係ないぞ。私個人の話だからな。秘迫は関係してくるんだ。まあでも山森夏江が多いからな。魔女ね。魔女、うん。その後、きっと1ヶ月経てば何かがあるのだろうと、私なりにいくつか予測して待ち構えていた。そしたら、今回の呪いが発動していたのだ。だから私はこれ以上の詳しいことは何も知らない。他に知ってることは？
ここまで話したのだから特別にもう一つ教えてやろう。ありがとうございます。何でしょうか。千名の六名簿だが、実はその続編とも言えるもう一冊、六名簿陰の書が存在するらしい。続編？ほーん。実は六名簿の巻末に後から書き足されたような追記文があってな。それによれば、本所事変の型がつき、その惨状を嘆いた千名自身が、この悲劇が呪いとなった時のために用意した補足の書をこの書と共に残すと。ほう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 。本所事変の関係者が呪霊となって再婚集めに使われてしまう可能性を予想していたようだ。蘇りの秘術をめぐってトラブルが起こった場合の対処法などが書き記されているという。対処法？いやいや、待ってください。それは、おかしくないですか？なんだ、坂崎。私の情報にケチをつけるのか？本所事変で生命縁が死んでるならば、そんな続編なんて書けるわけがないです。まあ、実験。含まれてるって言ってたもんな。そうだね、おかしくなっちゃうもんね。お前は本当にわかってないな。え、私が間違ってるの？生命が持っていたのは何の術だったか忘れたのか。蘇りの秘術か。ああ、自分が蘇ったんか。そういうことになるのでは。え、それはもちろん蘇りの秘術。ああ！まさか、生命自身が？蘇りの秘術は先に儀式を行っておけば再婚が集まった時に発動するようにできる。ああ、言ってた。言ってたな。そうだそうだ。生命自ら自体の後に秘術で蘇ったという可能性もありえなくはあるまい。でも蘇りの秘術を使うには呪いで再婚を集めないと。だから死んでいるのだろう。生命以外に8人もが。え？じゃあ、本所事変の死者って再婚のための？それって今の状況と。それを明確にするために恨みの記憶を集めたいのだ。あ、なるほど。とにかく、陰の書は六名簿とワンセットで残されることになったはずが、私が六名簿を受け取った際、陰の書はなく、追記されたこの情報しか残されていなかった。どうやら、生命陰の血を継ぐ者が代々受け継いで守り続けていくうちに、長い歴史の中で血統が細かく枝分かれし別々になって居所が分からなくなってしまったようだ。生命に末裔が？今もその血が継がれているの？実はできるだけ追跡して調べてみたのだが、もともと陰陽師の本流ではないので厳密な家系として残されてはいなかった。おそらく現代ではわけもわからず代々残されている古文書みたいな存在だろうな。当事者に自覚がないならば、それを見つけ出すのは困難を極める。陰の書についても謎の声の主に聞けるものなら私が聞いてみたいよ。そうなんですね。つまり六名簿陰の書には生命縁自身が残した秘術や呪いへの対処法が書かれていると。ああ、そうだ。ずっと探しているが、全く手がかりなしだ。だからお前たち、もし恨みの記憶や陰のものの手がかりを見つけたら、私に報告してくれたまえ。これだけ教えたのだから当然の義務だろう。今私から言えることは本当にもうこれで終わりだ。更新された六名簿陰の書。頼みました。六名簿を書いた土見カード、スイマンが、本所事変の関係者が、後世に呪いとなり闇がの秘術の再婚集めに使われてしまう可能性を危惧して、あらかじめその対処法を記したとされる書物。六名簿に書き加われていた追記文にて、この書の存在が記されていたが、現在は所在不明。生命の血を引く末裔が受け継いでいるとされている。
まあちゃんと今話した内容をまとめてくれたって感じだね、うんうん、要約すると、うん、いやちょっとねやめ時を見失っちゃってずっと生命って言ってるんだけどさもうこれで覚えちゃったよね、うん、生命と生命、ね、そうなるほど、わかりました。これで終わりかな。いろいろとありがとうございました。助かります。有益な情報を持ってくれたら成績についても最初は配慮してやってもいいぞ。それは別にって感じやな。せやな。午後1時台路上。ほう。喫煙中。路上喫煙中？いろいろ収穫あったね。つまり、ゴミ落ちてんな。江戸時代にも蘇りの秘術をめぐった呪い合いの惨事があって、その対処法を記した六名簿院の書ってやつに有益な情報が書かれているかもしれないとは、そういうことかな。うん。その院の書さえ見つかれば、今回の事態を収拾する方法がわかるかもしれない。でも、荒石先生でも手がかりなしなんだよね。どうやって探せばいいのか。きっと、今回の事態に関係している誰かから繋がるんじゃないかなと思う。七不思議の呪いを呼び起こした黒幕とも関係していると思うし。なるほど。これからのこと、黒幕のこと、このあたりのこと。どれから聞きたい？まあ、路上のことなんか聞いてもな。まあな。これ。これから何するか、まず知っといた方が。そうだね。ミオちゃん、これからだけど、どうする？そうだね。まずは、今の情報を堤警部に共有しておきたいかな。六名簿院の書の話とか、大きな手がかりも得られたし、もしかしたら堤さんなら、心当たりがあるかもしれないし。じゃあ、学校に戻る？そうだね。そこが今の連絡拠点だから。で、じゃあ次、黒幕か。荒石先生に六名簿を渡したという声の主が、多分、今回の呪いを呼び起こした黒幕なんだろうね。ってことは、女の人っぽいって言ってたから、まあ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 、暫定女性ぐらいの気持ち。そうだね。女性っぽかったって言ってたけど、黒幕か。やっぱ怖い人なのかな。あれ、いつものやっこちゃんなら。だったらその黒幕をとっ捕まえて吐かせりゃいっか、とか言いそうだけどね。なんかね、この呪いを受けてからどんどんちょっとやっこちゃんおとなしくなってるイメージなんだよな。あれ、そう？さすがに今はそんなに元気でもないからかな。そっか。黒幕の女性と関係してるかわからないけど、セイメンと対立してたっていう陰陽師の女性も気になるよね。ああ、確かに。このあたりのこと。まあ、そういえばミオちゃん、このあたりさ、近くだよね。あ、道夫の家？ああ。白石さんの？うん。道夫ちゃんの現場に。なるほど。家じゃないくて、あれだ、事件現場か。ああ、はははは。うんうん。私、毎日花を置きに来てたから。もう、備えられた喧嘩は片付けられちゃってるけど。そうだね。いつまでもその気持ちを思い出して辛いよね。あ、そうだ、やっこちゃん。何？おとといかな、私をこっくりさんに誘った日も、この現場に来てた？うん、朝学校行く前に花を供えに来たけど。どうして？その日は、何か変わったことなかった？どうしたの急に。まあ、でも、あの日は突然ちょっとだけめまいがして少し倒れちゃった日かな。
いやー、やっぱ白石道を取り付いてる説あるかもしれんな。っていうか、そのやっこちゃん自身がやっぱりやってそう、やったちゃんになってるよね。やったちゃんやすぐに気がついたから立ちくらみかなって思って気にしてなかったけど。そっか、うん、大丈夫、ありがとう。うん、ちょっとそこの君たち男性です。ちょっとそこの君たち、あれ荒いしあーあ、もう私かよ。わあ、わあ、失礼するよ。立ち聞きするつもりはなかったが、気になる単語が聞こえてきたものでね。え、どちら様でしょう。僕は波垣雄太郎。いや、君たちには、頭主と言った方が分かりやすいかな。ああ、違う。ああ、まあ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 、惜しい。昨日まで頭主だったもの、と言った方がいいかな。え、頭主？おっと、そんなに身構えなくていい。足洗い屋敷の呪詛玉はすでに手放している。カチャカチャ。足洗い屋敷？じゃあ、堤警部が言ってた人？もう、堤警部を知っているのかい？だったら話は早いだろう。安心してくれ。ああ！あいつ！は？ん？は？なんだ？若い男と女とか、そう、え？あ？ん？ああ、ははは、あの、トラックの。なんか、猛スピードで、みたいな。猛スピードの。のは、やつだったりする？はぁ！はぁ、ええー、運転席！やっこちゃん？あ、はい。あれ？私、今、何かしてた？あの、波垣さんは、どういったご用件でしょうか？ああ、実は君たちに相談したいことがある。もし時間があるなら、ちょっと来てもらえないか。え、そのさ、今のさ、うん、はい、私何かしてましたってさ、うん、やっぱ記憶ないからさ、うん、この状況に陥って、やっぱ手かけてる説はあるよ。あるね。やったちゃん。やったちゃんですね。というか、あの、白石道夫ちゃんの記憶もやっぱり多少は、なんか入ってる気がするよね。で、多分そのひき逃げとかにもしあったんだとしてさ、うん、そうなった時にその運転席と助手席の女をこう目撃してて、お父さんが交通事故なんやもんな。ああ、そっか、あ、そっかそっかそっか、ちょっと待って、見ていい？白石道夫のお父さんが事故を起こして死亡し、これも3年前。で、これは飛び降り自殺なんだもんな。まあ一応。やけど、まあ全身挫滅やから。だったからか。そう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 。し、まあ呪いなんじゃないっていう。うん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 。じゃあ、お父さんを殺したやつ？違う。呪いではないのか、別に。じゃない、普通にシンプルに。けど、そう、まあ、突き落とされたとかの可能性もあるみたいな話か。呪いか、その、突き落とされたか、っていう話になってて。で、お父さんか、うん、その、お父さんの事故を起こしたのがこの波垣だったりするのかな。かな？かな？それかな？運転席のとか言ってるから。うん、だからボンボンだしね、こいつね。潰されたんじゃね？なんか、そういう事件みたいなの。あー。やし、大学生からまあ、うん、運転できるわな。確かに。え、そういうことか。相談？私たちに？白石道夫の話をしていただろう。それに関する話だよ。え？多分、君たちにとっても悪い話じゃないと思うよ。いや、あれか？道夫ちゃんを引き殺した。よ、うん？わ？道夫ちゃんだってなんかさ、猛スピードでぶつかったら
起こり得るかもしれないみたいな感じのじゃなかったっけ。そっちじゃない。あーだから引き殺した遺体をそっちに持ってったとかで、で波垣自身はそれをなかったことにしたいから呪いで蘇らせようとしたとか。あーなるほどね。で今ここで交渉、その僕が殺したなんて事実をなくしたいから君たちで蘇らせてくんないみたいな。いややとしたらこいつボコボコにされる、うん、最悪や。今やっこちゃんタコ殴りされるね。今時間がないなら後でもいい。僕は両国橋付近で待っているから。あそこ好きだね、波垣。たまり場になってるね。なんか怪しいけど白石さんだって。どうしようか。あ、さっきに学校行ってた方がいいんじゃない。ああ確かに。ごめんなさい、用がありますので私たちは失礼させてもらいます。あやねん。そうか、ならば仕方ないね。呪詛玉奪うとかさ、あ考えてたんじゃないのこいつかもしれんね。急ぎではないから後で両国橋に来てくれよ。こいつに構ってる暇ないし。そうだよ、お前もう貸し主じゃねえだろ。で正面で、でこっちを進めないとあれかな、続きできない感じかな。オッケーオッケー。